ナンバーアンダーライン愛サマソニ熱狂のステージから一転、マクドナルド CM でまさかの変身。そのギャップに視聴者釘付け。ナンバーアンダーライン愛というグループが持つ魅力はその多面性に他ならない。彼らが一瞬にしてシリアスなステージから軽やかな CM の顔へと変わる様子は、まさにエンターテイナーとしての真髄を見せてくれる。特に今回のマクドナルドの月曜からポテトミリリットル250円キャンペーンでの姿は、多くのファンを驚かせると同時に微笑ませる結果となった。サマソニでの激しいパフォーマンスを終えた彼らが、まるで別人のように CM で無邪気にポテトを持ち愛らしく振る舞う姿は、そのギャップが何よりも彼らの魅力を一層際立たせている。まずサマソニでのナンバーアンダーライン愛の姿を思い浮かべてみよう。音楽フェスティバルという過酷なステージで彼らが見せるのは、汗を流しながら全力でパフォーマンスを繰り広げる真剣な表情だ。観客を巻き込みながら力強い歌声とダンスで一体感を生み出し、まさにアーティストとしての頂点を極める瞬間を見せつける。それは観客にとって忘れられない体験となるが、その後に待っているのは全く異なるナンバーアンダーライン愛の一面だ。サマソニでの熱狂的なステージから数時間後、彼らはマクドナルドの CM で穏やかでリラックスした表情を見せていた。このギャップは一体どこから生まれるのか。そしてなぜそれがこれほどまでに観客を魅了するのか。これには彼らのプロフェッショナリズムとパーソナリティが大いに関係している。音楽フェスティバルでは観客を興奮の渦に巻き込み、 CM では見るものをほっこりとした気分にさせる。彼らのこの柔軟さは現代のエンタメ業界において不可欠なスキルとなっている。単に演じるだけではなく、状況に応じて適切な感情を引き出す能力がナンバーアンダーライン愛の特別な魅力となっているのだ。マクドナルドの月曜からポテトミリリットル250円キャンペーンに話を戻すと、この CM の魅力はそのレトロな雰囲気とキャッチーな音楽にもある。昔の電話の音やポテトが上がる音が響くたびに、多くの視聴者が懐かしさを感じ、同時に現代のポップカルチャーに引き戻される。そのノスタルジックな要素が新たな CM 体験として視聴者の記憶に残る。さらにナンバーアンダーライン愛のメンバーが楽しげにポテトを手に取るシーンは、日常の中に小さな幸せを見つける喜びを象徴しているようにも見える。まさに忙しい日々を送る人々にとって、月曜日の憂鬱を少しでも軽くしてくれるようなメッセージが込められている。この CM の公開後、多くのファンが SNS で反応を示した。特にサマソニでの彼らとは別人のようだという意見や、月曜日からポテトを食べるのが楽しみになるといったコメントが目立つ。この反応からもわかるように、 CM は単なる広告ではなく、視聴者にとっての小さなエスケープとなり、日常に新たな彩りを与えている。そしてナンバーアンダーライン愛がそれを実現しているのは、彼らの多様な才能と観客との強い絆があってこそだ。ここで少し視点を変えて考えてみよう。エンタメ業界においてアーティストが CM 出演をすることは決して珍しいことではない。しかしナンバーアンダーライン愛の場合、そのギャップの魅力が特に際立っているのはなぜだろうか。彼らのパフォーマンスと CM 出演の間には、ただ単に異なるキャラクターを演じるという以上のものがある。それは彼ら自身の個性が根底にあり、その個性が柔軟に変化しながらも一貫していることが大きな要因だと考えられる。この個性の柔軟さは、特に現代のエンタメ業界において重要な役割を果たしている。かつてアーティストは一つのイメージを貫くことが成功の鍵とされていた。しかし今やその時代は過ぎ去り、むしろ多様な顔を持つことが求められている。視聴者やファンは一つのイメージに固執するアーティストよりも、さまざまな一面を持つアーティストに惹かれるようになっているのだ。その点でナンバーアンダーライン愛は時代の先端を行く存在と言えるだろう。 CM の中で彼らが見せる無邪気な笑顔やポテトを手にした軽やかな姿は、決して単なる演技ではない。むしろ彼らの内側にある楽しむ心が自然と現れているものだ。観客に対して自分たちも楽しんでいるから、あなたも一緒に楽しもうというメッセージを伝えることができるのは、
ナンバーアンダーライン愛が持つ特別な力であり、それが多くの人々に支持される理由でもある。また、この CM が特別な意味を持つもう一つの理由は、現代の広告のあり方を象徴している点だ。広告は単に商品を売るための手段ではなく、視聴者に感情を動かす体験を提供するものへと進化している。そのため、ナンバーアンダーラインのようなアーティストが出演する CM は、単なる商品紹介にとどまらず、視聴者との感情的なつながりを築くための重要な要素となっている。さらに、今回のキャンペーンは月曜からポテトというテーマを通じて、日常の中に楽しみを見つけるというメッセージを巧みに伝えている。特に月曜日は週の始まりとして多くの人々にとって憂鬱な日となりがち。しかし、この CM はその憂鬱を軽減し、楽しみを提供する手段としてポテトを提案している。このアイデアは単純でありながらも、視聴者に強い共感を呼び起こしている。このようにナンバーアンダーライン愛の出演する CM は、単なる商品広告にとどまらず、視聴者に新たな体験や感情を提供するものとして進化している。そして、それは現代の広告業界においてますます重要な要素となっている。広告は単に商品を売るための手段ではなく、視聴者との感情的なつながりを築くためのツールとなりつつあるのだ。この視点から見ると、ナンバーアンダーライン愛が持つギャップの魅力は、単なる演技の技巧にとどまらず、彼らの人間性や感情の豊かさから生まれていることがよくわかる。彼らは音楽フェスティバルで見せる激しいパフォーマンスから、CM での無邪気な姿まで、あらゆる場面で観客に新たな感情を提供し続けている。その過程で、彼ら自身も楽しんでいるということが、画面を通じて視聴者に伝わってくる。このようにして、ナンバーアンダーライン愛は単なるエンターテイナーとしてだけでなく、人々の心に深く訴えかける存在となっているのだ。CM の中でポテトを手にした彼らの笑顔は、何気ない日常の中に小さな幸せを見つけるというテーマを体現している。ポテトというシンプルな食品を通じて、視聴者に楽しみを提供するというのは、実は非常に巧妙なアイデアだ。食事は日々の中で欠かせないものであり、特にファストフードは現代の忙しい生活において手軽に楽しめる選択肢となっている。この CM は、そんな日常の打ち込まに特別感を加えることで、視聴者に新たな視点を提供している。つまり、単なる食べる行為を超えて、それが楽しい体験やリフレッシュの瞬間となるということだ。このような CM がもたらす影響は、視聴者にとっての日常の再発見という形で現れている。現代の社会では、情報が増え、生活はどんどんと早くなる一方だ。その中で、ふと立ち止まり、日々の中に潜む楽しさや幸せに気づくことは、ますます重要になっている。この CM が視聴者に伝えようとしているのは、その小さな瞬間を見逃さないことの大切さだ。ナンバーアンダーライン愛が笑顔でポテトを手にしている姿は、視聴者に、あなたもこの瞬間を楽しんでいいんだと優しく語りかけている。そして、ここで興味深いのは、この CM が現代のトレンドとも密接に結びついている点だ。例えば、最近のミニマリズムやマインドフルネスといったライフスタイルのトレンドでは、物や情報の多さにとらわれるのではなく、一瞬一瞬を大切にし、シンプルな喜びを享受することが推奨されている。この CM も、まさにそのようなトレンドに合致しており、視聴者に対して、少しの贅沢を楽しむことの重要性を伝えている。ここで、視聴者が直面する一つの疑問が浮かび上がる。それは、自分の日常の中でどのようにして楽しみを見つけることができるのか、ということだ。この疑問に対する答えは、必ずしも簡単ではないが、ナンバーアンダーライン愛の CM が示しているように、答えは意外とシンプルかもしれない。それは、自分の周りにある小さな喜びを見逃せない。そして、その喜びをしっかりと感じていること。ポテトを食べるという行為も、その一つであるかもしれない。忙しい日々の中で、少し立ち止まり、何か美味しいものを楽しむというのは、それ自体がリフレッシュの瞬間であり、心を豊かにする瞬間だ。この視点を持つことで、ナンバーアンダーライン愛の CM が持つメッセージはさらに深みを増す。単に、商品を買ってくださいというメッセージではなく、
自分自身の幸せを見つける手助けをするという役割を果たしているのだ。このような広告の進化は、視聴者との深い結びつきを生み出し、結果的にブランドに対する愛着や信頼感を高める効果を持つ。また、ここで重要なのは、CM に出演するナンバーアンダーライン愛の存在感である。彼らは単なる広告の顔ではなく、視聴者に感情的なつながりを提供する役割を果たしている。サマソニでの激しいパフォーマンスを見た後で、CM の中の彼らを見ると、そのギャップに驚かされるだけでなく、彼らの多面性に対する尊敬の念が湧いてくる。彼らが演じるのは、アーティストとしての自分だけでなく、普通の人としての自分も含まれている。そのため、視聴者は彼らに対してより親近感を抱き、共感を覚えるのだ。